背景です。今回はこの選手ようやく復帰ということで、今回はある選手が長い故障期間から復帰を果たしたので、そのことについて話していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではついにブランドンが復帰ということで、今回はブランドン選手について話していこうと思います。ついにブランドン選手が復帰を果たしました。昨シーズン故障で1年間1軍に出場することができなくて、まあ、非常にやっぱり故障っていう部分で昨シーズン苦しんでしまったんですね。で、今シーズンに関しても、まあ、昨シーズンの故障の影響っていうのももちろんあって、まあ、キャンプは B 班スタートで、ずっと B 班の方でリハビリを続けていて、まあ、実践的な練習に参加したりだとか、まあ、実際に試合に出たりとかってことは、まあ、ずっとやってなくて、リハビリってところに専念をしていました。しかし、そんなブランドン選手なんですけれども、3月15日の2軍戦についに実戦復帰を果たしました。4番指名打者で先発出場を果たして2打数1安打ということで、まあいきなり4番でね出場して、まあちゃんと結果も残したということでね、まあやはりバッティングのポテンシャルってところに関しては非常に高いものがあるなっていうのを、まあ、感じさせてくれました。まあただですね、これはやっぱりまあ復帰戦だったっていうのもあって、まあヒットでこう出塁をした時に関しては、まあダイソーで交代をして、で指名打者っていうところでの出場になりますので、まあ守備っていうところにもついていないんですね。まあ守備と走塁に関してはやらずに、まあ基本的にこの試合はバッティングだけやったということですので、まあまだやっぱりね、こう万全な状態とこまでは行ってないのかなというふうに思います。まあおそらく下半身がどっかこう怪我していたと思うので、まあなかなかやっぱりこう守備だったりとか、まあ走塁とこに関してはね、思いっきりまだできない部分があるのかなというふうに思います。なのでまだ完治だったりとか、まあ一軍での試合出場とこに関しては、まあ相当先になりそうかなっていうふうには思うんですけれども、まあまず試合に出たってことに関しては大きな一歩ですよね。それではブランドン選手の今後について、ここからは簡単に話していこうと思うんですけれども、まずはサードのレギュラー候補ってところを狙っていってほしいなというふうに思います。まあ、サードのスタメンレギュラー争いっていうのが、まあ、今ライオンズサードのレギュラーってところが固定されていないので、一軍ではまあ結構熾烈な層のレギュラー争いってところが繰り広げられているんですけれども、まあ、ブランドン選手はやっぱりね、故障でずっとこう試合に出ることができていなかったということがありますので、まあ、まだその競争ってところにはね入ることができていません。なのでまずはまあ今シーズンの間にしっかりとその故障って部分を完治させて、シーズン中からでもそのサードのレギュラー争いというところに加わっていきたいところなのかなというふうに思います。まあレギュラーになってほしいっていうのがもちろん真っ先にあるんですけれども、まあまだねレギュラー候補にしたらちょっと入っていない状況なのかなっていうふうにも思いますので、まあ、まずはしっかりとその競争ってところに加わっていくことをね、まあ、怪我をしっかりと直して目指していってほしいなというふうに思います。そしてもう一個はまあ打線の軸としてもやっぱり期待していきたいかなというふうに思います。まあ1年目からルーキーイヤーから非常にこう1軍の方でバッティングいいものを見せてくれていましたし、まあ2軍成績ってところも1年目から非常にいいですし、まあ昨シーズンに関してもあまり試合に出ることはできてなかったけど、2軍成績に関しては非常に高いものを残していました。やっぱりバッティングのポテンシャルってところに関しては非常にこうチームの中でも高いものを持っているんですね。であとはやっぱりこう長打も打てるし、ある程度率も残せる選手だと思いますので、まあ主軸が少ない西武ではまあ中軸を張れるだけの力を持ってるし、やっぱりねそこを期待していきたい部分なのかなというふうに思います。まあ昨シーズンもまあ怪我をしていてちょくちょく試合には出ていたけど、まあ結局ねまた怪我が再発してしまったりだとか、まあ直すっていうところにはね昨シーズンは行くことができませんでした。まあ今シーズンもまだ1試合出ただけですし、まあこれからまたね故障が再発してしまうっていう可能性も十分あるかなというふうに思いますので、まあなんとか本当無理だけはせずに慎重に、まあしっかりと本当に万全に一軍でプレーできるっていう状態まで持ってきてから、まあ、レギュラー争いってところに加わっていってほしいなというふうに思います。はい、まあブランドン選手ようやく復帰を渡したということで、まあ待っていた方も非常にたくさんいたと思いますので、まあぜひ今後もブランドン選手注目をして見てみてください。以上です。今回も最後までご視聴ありがとうございました。他にもライオンズに関する動画アップしているので、ぜひチェックをしてみてください。ツイッターの方も毎日更新をしています。ぜひチェックしてみてください。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたら、コメント欄の方によろしくお願いします。